こちらフランスのロンシャン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃った見事なスタートを切りました。さあ花を切るのはどの馬か。コントリビュート前に行きそうです。マルターズチャンネルそれに続いています。さらにはアランバンナ、8番リアルマリーン、その後ろトロットサンダー、どうやら後ろからになりそうです。それでは先頭からコントリビュート先手を取りました。その外にマイネルフレーム、その隣にナックルミラー、内からはリアルマリーン。先頭に戻りましょう。コントリビュート先手を取りました。アランバンナそれに続いています。内からはリアルマリーン、並んで16番マイネルフレイム。さあ先頭は依然として1番オントリビュート、2番手はリアルマリーン、ステージケル3番手。さあトロットサンダー前を捕まえられるかどうか。後続も追い上げていきます。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。オントリビュート先頭、1馬身から2馬身のリード。残り 200m、 オントリビュート先頭だ。残り 100m、 プラウドチャーム抜けた。トロットサンダー迫る。プラウドチャーム、プラウドチャーム1着、2着にはどうやらトロットサンダー、勝ったのはプラウドチャーム、見事な勝利です。こちらフランスのロンシャン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。横一線綺麗なスタートを切りました。さて何が行くのでしょうか。シェマか、前に行きそうです。マーベラスマリーリン、それに続いています。さらにはデアリングリーフ、7番ソウルサプライズ、その後ろ先頭から最高峰までおよそ8馬身、各馬一塊です。前に戻りましょう。シェマか、先手を取りました。すぐ後ろにソウルサプライズ、その隣にマーベラスマリーリン、すぐ後ろにアルフローラ、オレンジの帽子、デアリングリーフ、その後ろすぐ隣にキュートサウンド、ウィミズバイト、すぐ後ろ黒の帽子、ジャックブランド、その後ろすぐ隣にドラムスオブフリーダム。さあ先頭はマーベラスマリーリン、シェマカ、ほとんど差がありません。ソウルサプライズ3番手。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。マーベラスマリーリン先頭、差はほとんどない。2番手はソウルサプライズ、先頭を捉えるか。ソウルサプライズいっぱいになった。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。最後の追い比べ、先頭はソウルサプライズ、ベガ先頭、2番手はソウルサプライズ、あと 200m、 残り 100m、 ベガ先頭、ソウルサプライズ追いすがります。ベガもう一伸び、ベガ1着、ベガ1着、2着はシルキーイースト、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。ベガまさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらフランスのロンシャン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのはタイムトピレネー、綺麗なスタートを切りました。メジロマックイーン、前に行きそうです。タイムトピレネー、それに続いています。さらにはウエストフォーフェイブ、14番ファイナルビクトリー、その後ろセーヌブラッド、どうやら後ろからになりそうです。では前の方からメジロマックイーン、先手を取りました。並んで10番スプリングバーク、
内からはタイムトピレネー、その隣にキャッスルスピード、その横にクリアキネマ、グレートファイヤー、この馬もこのグループ。内からはロススルー、並んで12番ウエストフォーフェイム、ファイナルビクトリー、この馬もこのグループ。フラッシュフット、すぐ後ろ、並んで7番グロリアシークレット、スパイハード、この馬もこのグループ。すぐ後ろにグリーククライ。各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。前の方からもう一度、依然として8番メジロマックイーン、この馬がペースを作っています。並んで11番グランパズミラクル、スプリングバーク、それに続いています。その後ろからはグレートファイヤー、内からはタイムトピレネー、赤の帽子、フィールドサンセット、その後ろ、その外にキャッスルスピード、この辺りで各馬第1コーナーにかかります。では前の方からメジロマックイーン、先手を取りました。黄色の帽子、スプリングバーク、その後ろグランパズミラクル、すぐ後ろ、少し間が空いてフィールドサンセット、その外からキャッスルスピード、その隣にグレートファイヤー、その横にクリアキネマ、内からはロススルー、その隣にグロリアシークレット、内からはファイナルビクトリー、その外からフラッシュフット、その隣にセーヌブラッド、その外からスパイハード。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。もう一度先頭から、先手を取ったのはグランパズミラクル、スプリングバーク、それに続きます。その外からグレートファイヤー、好位置をキープしています。メジロマックイーン、タイムトピレネー、そのうちに続いています。その外にクリアキネマ、並んで5番フィールドサンセット、その外にセーヌブラッド、キャッスルスピード、そのうちに続いています。その外にファイナルビクトリー、緑の帽子、ウエストフォーフェイム、その後ろ、各馬ロングトラックのコーナーに入ります。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。では前の方からメジロマックイーン、先手を取りました。これに続くのがグランパズミラクル、黄色の帽子、スプリングバーク、その後ろ、その後ろからはタイムトピレネー、これに続いてセーヌブラッド、赤の帽子、キャッスルスピード、その後ろ、その隣にクリアキネマ、グリーククライ、そのうちに続いています。その後ろにウエストフォーフェイム、その隣にロススルー、前はメジロマックイーン、グランパズミラクル、ほとんど差がありません。さあメジロマックイーン逃げ切れるか。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。メジロマックイーン先頭、1馬身から2馬身のリード。2番手はグランパズミラクル、懸命に追いすがります。やはりメジロマックイーン先頭だ。ここで先頭はキャッスルスピード、キャッスルスピード先頭、残り 200m、 フラッシュフット伸びてきた。グレートファイヤー頑張れるか。2番手はキャッスルスピード、メジロマックイーン伸びません。フラッシュフット1着、フラッシュフット完勝、フラッシュフット1着、2着は微妙です。勝ったのはフラッシュフット、見事な勝利です。こちらフランスのロンシャン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのはエベルビエブリュー、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してエベルビエブリュー花に立ちます。その後ろからはサンジョビート、この馬も上がっていく構えです。さらにはエズード、2番東海帝王、その後ろ。では前の方から見てみましょう。先手を取ったのはエベルビエブリュー、白の帽子、サンジョビート、その後ろ、その外からエズード、並んで14番サドラーズホール、その外からグルーミングスピリッツ、内からはバーボンパレス、白の帽子、東海帝王、いい位置につけました。その外にシュボティカ、その隣にナチュラ
ラリズム、その外にオペラハウス、さらにはシェーンブライス、その後ろにアンダーソロン、並んで13番マリーキャプテン、エンバイロンメントフレンド、この馬もこのグループ。各馬ロングトラックのコーナーに入ります。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。もう一度先頭から。先手を取ったのはサンジョビート、すぐ隣にエペルビエブリュー、すぐ後ろにエズード、オレンジの帽子サドラーズホール、その後ろ好位置をキープしています。東海帝王、その外からグルーミングスピリッツ、黒の帽子バーボンパレス、その後ろナチュラリズム、すぐ後ろその外にオペラハウス、青の帽子ピストレブリュー、その後ろすぐ隣にシュボティカ。先頭は依然としてサンジョビート、エペルビエブリュー、ほとんど差がありません。エズード3番手。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。サンジョビート先頭、差はほとんどない。2番手はエペルビエブリュー、追いすがる東海帝王、まだ後ろ懸命に前を追っています。ここで先頭は東海帝王、残り 200m、 先頭は東海帝王、サンジョビート必死に追いすがります。2番手はピストレブリュー、東海帝王ゴーリン、東海帝王1着、2着にはどうやらピストレブリュー、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。東海帝王、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちら盛岡競馬場から交流重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。グレード勝利、これはいいスタートを切りました。キャッシュキット、この馬も好スタートを切りました。前へ行くのがグレード勝利、これに続くのがバルブツスピーディア、その外からリバーストンキング、タケデンファイター、好位をキープ、ゴールドサクラ、その位置に続いています。その隣にウィンドブルーム、その横に方針イーグル、すぐ後ろにサドンサクライズ、その隣にメイプルフィール、その横にメジロワンダー、シネマセンチュリー、そのうちに続いています。最後方にプシスカウト、各馬砂煙を上げてかけていきます。少々ハイペースというところですが、先行馬への影響はどうでしょう。先頭は依然としてブレイド勝利、リバーストンキング、ほとんど差がありません。3番手にタケデンファイター、絶好の手応え、タケデンファイター、いい位置、鞍上のゴーサインに応えるか、後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はタケデンファイター、4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭変わりました。先頭はタケデンファイター、2馬身ほどのリード、しかし後続の手応えもいい。2番手は東進イーグル、タケデンファイター、今ゴールイン、段違いの強さです。タケデンファイター1着、2着は東進イーグル、やはり中央の馬が強かった、勝ったのはタケデンファイター。
京都競馬場本日のメインレースの発走です。スタートしました。パワッチサンド、好スタートを切りました。エーシンスポット、この馬も好スタートを切りました。ツインターボ、前に行きそうです。メジロパーマー、それに続いています。さらには成田力、16番マイネル、その後ろホワイトストーン、どうやら後方からの競馬。もう一度先頭から先手を取ったのはメジロパーマー、ツインターボすぐ後ろ、そして大きく離れて成田力、この位置です。この辺りで各馬第1コーナーに入っていきました。一番人気のパワッチサンド、現在先端に取り付いています。もう一度先頭から見ていきましょう。メジロパーマー先手を取りました。これに続くのがツインターボ、大きく離れました成田力、すぐ後ろにエーシンスポット、河内サンド、後位をキープ。 1000m を通過しました。これはハイペースです。前の馬には厳しい展開です。先頭から最後方までおよそ20馬身、これは縦長の展開です。では前の方から先手を取ったのはメジロパーマー、すぐ後ろにツインターボ、これに続くのが成田力、すぐ後ろにエーシンスポット、オレンジの帽子デュークポロネット、その後ろ。さあ勝負どころ、京都競馬場3コーナー、坂の上りに差し掛かりました。坂の下り、坂を下っていきます。各馬ここで仕掛けます。一気にペースが上がります。ここで成田力先頭に変わりました。デュークポロネットほとんど差がありません。4コーナーをカーブして、さあこれからです。成田力先頭、差はほとんどない。2番手はデュークコロネット、先頭を捉えるか。残り 200m、 デュークコロネット伸びてきた。先頭はデュークコロネット、デュークコロネット厳しいか。最内から一気にマイネルキャップ、マイネルキャップ、マイネルキャップ。1着、2着にはどうやら河内サンド。まずは前哨戦を制しましたマイネルキャップ、ここは負けられません。本番の走りが今から期待できます。